それでは美尻に効くレッスンやっていきます。まずは呼吸から行いましょう。リラックスして仰向けになります。胸に手を回して息を吸い、吐いて手のひらで少し肋骨の閉じを感じながら呼吸、リラックスしていきます。吸って吐いて、呼吸を感じて胸に入ってくる空気を感じながら、吸うたびに広がる肋骨、吐いたら少し閉じる、その体の動きを少し感じましょう。肩リラックスしてもう一呼吸、吸い吐いていきます。頭でしっかり力が抜けて脱力したら、ここから始めていきましょう。ゆっくりと起き上がります。では四つん這いのポジションを取りましょう。肩の下に手のひら、そして股関節の真下に膝が来るようにポジションを取ります。首があまり下がってしまいすぎないように、胸とまっすぐ一直線になるように意識して起こしておきます。そこからまずはお尻、尻尾巻いた犬みたいにぐるっと丸めていきます。背中をラウンドさせて全部を丸く丸く丸く、息を吸いながら今度下から反らし始めていきます。順番に背骨一個一個順番を感じながら、首は長く、甲羅から出てる亀の首みたいに長くしていきましょう。吐きながらラウンドさせて、手と膝でしっかり地面を押します。吸いながら尾骨から腰椎、胸椎、そして首の順番に反らしていきます。背骨を短くしないで、なるべく一つ一つの隙間を長くして、吐きながらラウンド、お腹をしっかり盛り上げていって、薄く薄く背中の方にお腹を近づけていくようなイメージ。吸いながらしっかりと一つ一つ、どこのパーツもやりすぎずやらなすぎずがちょうどないように、まんべんなく反らしていきます。はい、 OK。 そしたらそのままシャークのエクササイズ、足をそこに置いて手もそこに置いたままです。左手をついて右手を耳の横、首がもしちょっと下がってきたなっていう人はね、首もしっかり起こしておきます。そこから左足を遠くに伸ばしてバランスを取りましょう。フラフラっとするけれど、しっかりと手と膝で支えてあげましょう。そのまま手と足を開いていきます。オープン、吐きながらクローズ、吸いながらオープン、吐いてクローズ。なるべく手はね、イメージして海の中を泳ぐサメをイメージしながら、吸って吐いてラスト、吸って吐いていきます。それでは反対をやっていきます。左手を持ち上げて耳の横、そこから右足を遠くに伸ばして、息を吸いながらオープン、吐きながらクローズ、吸い、吐く、吸って、吐いて、ラスト1回、吸い、吐きましょう。OK、手をついて足もついて戻ったら、フロッグというエクササイズです。足をついて、でそこから膝が内に入ってこないように気をつけて、足裏前面しっかりついた状態で、肘で膝をちょっと広げるようなイメージで押していきます。お腹を少し引き上げて、吸う息を吐き切りましょう。胸を少し起こして、背中が丸まってしまっている人、胸を張ります。そこから肘を膝から離しながら、息を吸いながら
手のひら天井に見せるようにしながら胸をさらにもう一つ伸展します。吐きながら手を下ろして元のポジション、吸い吐いて下ろし、あと2回いきましょう。吸ってアップ、吐いて下ろし、ラスト吸い、吐きながらゆっくり手を下ろします。よく頑張りました。最後に亀の呼吸で呼吸を整えていきます。すねの上にお尻を乗せて、おでこマットにつけて手を遠くに伸ばしましょう。息を吸って吐いたら、そのまま呼吸が整ったら体を右側に少し側屈させます。そこから右手の手の甲に左手の手のひら乗せて、左の脇腹をしっかり伸ばしていきましょう。お尻の位置そこに置いたままで、左の肩とお尻が少しずつ離れていくような、そんなイメージ。脇腹しっかり伸びたら反対、左側に体を側屈させて、右手を左手の手の甲の上に乗せたら、脇腹をしっかり伸ばして体をほぐしていきます。真ん中に戻りましょう。最後にもう一度一呼吸、息を吸ってしっかり吐き切ったら、ゆっくりと体を起こしていきます。はい、美尻のエクササイズやっていきました。いろいろやってきたんですが、その中でもフロークっていうエクササイズは結構股関節が硬い人からするとすごく辛いなと思うかもしれませんが、日常でしゃがむという仕草の時に意識して、なるべく胸を起こして背中を丸めずにしゃがむぞ、足の裏全部ついていくぞって意識していくと少しずつ楽になっていくので、なるべく習慣にしてみてください。